年度から表彰制度というものを設けております。それは、インストラクター資格、検定員資格、もしくは公認スクール、認定スクールなど教育事業にまつわった方、10年以上の経歴のお持ちの方で、十分に功労の値に資する、スクールもしくは個人などにおいて、表彰する制度です。で、昨年度の活動実績の中から、全国から推薦が上がりました。で、その中で北海道よりも、札幌国際スノーボードスクール様、そして個人においては、ろう者である桜井悟君、この2件を推薦したところ、十分にその功労に値するということで、表彰が決定いたしました。で、このようにたくさん教育の現場のいる皆さんの目の前で、できればその表彰、労を報いたいと思いますので、ちょっとこの場を借りて、お二方を表彰したいと思います。まずは、札幌国際様、続きまして桜井悟様、簡単ながら功労表彰という部分においての、理由などをお伝えしたいと思います。札幌国際さんはスノーボードが黎明期の頃から公認スノーボードスクールとして活動してくださっています。そしてたくさんのインストラクターを輩出する、そしてたくさんのユーザーにその期待を応えるような高いレッスンを展開していただいています。十分にこれは賞賛に値するということにもって、功労賞というふうに決定いたしました。誠にもってありがとうございます。続きまして桜井悟君です。彼はろう者です。スノーボードユーザーの中にはやっぱりろう者の方も少なからずいらっしゃいます。でもその方たちにとっては聞こえない、いや大きなハンデの中でスノーボードを楽しまなければいけないという、辛い状況にあります。そしてスノーボードという新しいスポーツであれば、どうでしょうか、普段耳にしない用語であったり動きであったりするわけですよね。それをなんとか克服しようとして、ろう者向けの手話 DVD を制作するのは、ちょっと過去にありまして、その時には北海道ろう者連盟と協力監修の上に、桜井君が主役になって、制作に関与していただいて、たくさんのスノーボーダーもしくはインストラクター、そしてろう者がスノーボード安全に楽しむ環境づくりに寄与してくれました。そこで今回功労賞を授与するという決定に至りました。では早速ですが、表彰に移りたいと思います。功労賞、札幌国際スノーボードスクール殿、駅伝は日本スノーボード協会教育本部事業並びにスノーボードの普及と発展に多大なる貢献をされました。ここにその功労を称え深く感謝の意を表します。平成26年12月14日日本スノーボード協会教育本部長内野雅美、ありがとうございます。功労賞、桜井悟殿、貴殿は日本スノーボード協会教育本部事業並びにスノーボードの普及と発展に多大な貢献をされました。ここにその功労を称え深く感謝の意を表します。平成26年12月14日日本スノーボード協会教育本部長内野雅美、ありがとうございます。もしよろしかったらこちらの写真などを撮っていただいて、
その現場で働いているもしくは活動している皆さんに何かその長い経験この功労を受けるほどの活躍をなさった札幌国際様より何か一言いただければと思いますが。よろしくお願いします。はい、皆さんどうも一日お疲れ様でした。先ほどあの内野さんの方から、本日のテーマということで、まあ、スノーボードの楽しさを伝えるという言葉があったんですけども、私事なんですが、私もスノーボード始めて25年以上になるんですけど、未だにこうスノーボードを続けているのは何かって昨日ちょっとふと今日ね表彰あるんでちょっと考えてみたんですけど、やっぱりスノーボードが好きで、やっぱりそのスノーボードが好きっていうのが大前提にあって、このスノーボードを少しで一人でも多くの人に楽しさを伝えていくっていうことを、まあ、仕事なんですけどもやってるんですけども、ただ仕事だけでやっていくとどうしても楽しさがなければ続けていけないと思うんですよね。なので、まあ、この楽しさ、スノーボードの楽しさというのをですね、今後も、当スクールですね、やっていきたいと思いますので、皆様方も、楽しさを皆さん、あの生徒さんに伝えていただければと思います。本日は表彰どうもありがとうございました。続いて桜井君、ロバの方ですので、あの私どもの技術員高松花子が手話を若干できますので通訳をしていただく形になろうかと思います。皆さん、はじめまして。ただいま紹介いただきました桜井悟と申します。この度大変名誉な賞をいただきまして感動しています。主催の日本スノーボード協会教育部の皆様に心より感謝申し上げます。協会講習会専門のスノーボード用語がたくさんあります。初めの頃はそれに見合った手話表現がないため、私は講師のレッスン指文字を使って聴覚障害者に伝えていましたが、それは非常に効率が悪いものでした。そのためにそれをきっかけにこれからの講習会レッスン役立つ基本的なスノーボード用語の手話 DVD を作ってみました。ぜひ皆さん手話を覚えていただき、聴覚障害者を助けてレッスンに生かしていただきたいと思います。これからも手話 DVD の普及、聴覚障害者のスノーボード、聞こえる皆さんと同じように楽しめる環境づくり、より一層理解協力お願いいたします。これで挨拶に返させていただきます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。前の方小さく入れてもらえないんで、インコのように。はい、すいません。ちょっと逆光になってもらって。